放課後子どもプラン事業関係について伺います。子ども子育て支援事業計画の中間見直し、ここに放課後子どもプランの計画値が謳われているわけですけれども、この見直しによって変更された各小学校のプランのサービスにかかる需要供給並びその過不足について、当該校区の保護者プラン運営委員会等の地域住民への説明はしてこなかったという答弁でありましたが、来年度においてこれは行うのでしょうか。なお、長野市放課後子ども総合プラン事業実施要領によりますと、この放課後子どもプランの運営委員会というものの位置づけは、事業の適正な運営及び利用の促進を図るため、事業を実施している各通学区域に運営委員会を置くというものだそうですので、復元しておきます。放課後子ども総合プランの平成30年、31年度の寮の見込み及び確保の内容については、来年度、小学校区の各保護者へ説明をする予定はございませんが、館長、施設紹介や運営委員長会の会議で内容をご説明するとともに、平成30年度の確保の内容が寮の見込みに達していない12の校区については、各運営委員長と相談の上、必要に応じてそれぞれの運営委員会に説明をすることを考えております。地元への説明をしていかないというお話の一方で、運営委員会にはサービスの供給量が落ち込んだところについてはやっていくんだというお話でございました。来年度4月1日からこの放課後子どもプランは有料化予定されているわけですよね。有料化前に運営委員会に説明せずして利用の促進を図るということが確保できるとのご判断ということだと思うのですが、そのようなご判断のゆえんを示していただきたいと思います。また有料化前に運営委員会に利用の促進を図るという観点から、減免申請の勧奨すべき世帯の情報や申請の働きかけについて協議なさったのかどうかについて伺いたいと思います。また有料化前においてですね、来年度の事業進捗の準備として、経済的な理由による放課後子どもプランの減免申請の要件を備えていると想定される子どもを、現時点で個々に把握されているのかどうか、またそれは何人であるのか、今、小学校の1年生から5年生の放課後子どもプラン利用登録児童中において、同じく経済的な理由による減免申請の要件を満たすと想定される児童を個別具体的に把握しているのか、その積み上げ数は何人か、それからそれらの児童のうち、すでに今まで減免申請が許可された児童数は何人なのかについて伺いたいと思います。利用促進から、について、実行委員、運営委員会と協議をしたのかということですけれども、利用促進そのものについての協議というのは、54小学校区の各運営委員会とは、協議をした、はおりません。個々に、減免する人数ですか、小1から小5まで、何人いるのかとの、ご質問ですけれども、これも現在、募集をしている最中でございますので、またまだ数字が固まったものはございません。また減免申請を許可された人数の積み上げ等ですけれども、これも今募集をしている募集をしてそれに申請があった方について作業している最中ですので、まだ全体としてまとまった数字はございません。